はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、あのティアラメンツデッキは好きですか？はっきり言っていいですか、あのアルデッキ強すぎません？アルデッキ強すぎると思うんですよね。なんか最近結構アスターでランクマとかやってると割とよく当たるし、なんかあの石津が消えて、なんかまあある程度なんか落ち着くのかなと思ったら全然落ち着くことなくて、なんか全然まだまだバリバリ現役でなんならティア1っていう話があるわけですよ。なんとかしてね、ティアラメンツをね、ちょっと駆逐したいんですよね。僕はね、ティアラメンツを駆逐したいんですよ。ということで、ティアラメンツをなんとかして駆逐できる、デッキ何かなと。何がだったら駆逐できるのかなって思ったんですけど、やっぱまずね、強いギミック、ティアラメンツの強いギミックは、まずディメンションアトラクター。これは絶対ですよね。これが採用できるかどうかはマジで、天と地の差なんで、まあ、これが採用できるデッキであることが重要。で、あと、ビーステッドですね。ビーステッドも、墓地除外できるんで、まあ、ティアラメンツを除外しながら、でかいの出せるんで、まあ、これも相性がいいということで、今日はですね、この、まあ、2種類を採用できるデッキとして、まあ、サンダードラゴンと組み合わせてるんですけど、ちょ見ていただいたら分かる通り、ビーステッドをなんとフル投入してます。なんだっけ、エースボさんの、このアルバロスはちょっと採用してないですけど、これ以外のビーステッド全部フル投入しまして、こんだけ入れたらさすがに引けるでしょっていう、ところと、あとディメンションアトラクター、まあ、一応増殖する G、うらら、無限保養も入れてて、まあ、この辺でなんとかティアラメンツさばきてえなっていうところですね。はい。こんだけ入れたら2種類くらいは、なんか、ビーステッド来てくれそうなんで、まあ、これでなんとかね、ニックキティアラメンツを目立っていこうと、はい、思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちなみにここまでやっても目立りきれないことはあります。なんで？よし、史上最強の人型決戦兵器引いてるから、お前らには分からせてやるからな。絶対分からせてやるからな。絶対分からせてやるからな。行け、ディメンションアトラクター発動。最終人型決戦兵器、ライデン竜サンダードラゴンの効果、まあ、一応墓地に置いておきましょう、一応ね。さあどうする、ティアラメンツくん。ティアラメンツくん、ディメンションアトラクター通っちゃったね。さあ墓地に送られるカードは全てゲームから除外されるらしいよ、大丈夫？よし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 、クリティカルヒットだ、よし、クリティカルヒット。クリティカルヒットきた、よし、増殖囚人、まあ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 、まあ、とりあえずサロニール効果発動しますか。サロニール効果発動して、まあ雷電竜除外ですね、これに関しては。で除外して特殊 OK で雷電竜効果、さあサーチ、なんかあるね。あのデッキはハーフにすは一生ケアしなければならないので、フィールドのモンスターをなるべく効果発動しない方がいいんですが、まあ、鳥か、まあ、鳥だな。で鳥効果発動、いやなんかチェーンだよねこれ、あれねえか、あれなんかチェーンあったように見えたんだけど、これ嘘だったか、これまあ雷電、超雷出せか、普通に超雷出しに行って、超雷出し行きます、除外されます、全カードが、ただ超雷流出ます、これでサーチが無効になりました、ペレーの人も意味ありません。バトルフェーズ入りましょうか、特にやることないですもんね、これやることないので入りましょう、バトルフェーズ。相手のまあ一応この次のターンが動けんですけど、まあ、裏だと増地あるんで、まあなんとかなるんじゃないですか。でも超雷流いるし、いやこれ超雷流結構辛くて、相手多分サリークとか落ちてもサーチ入んないし、まあ、スクリーンもそうだね、意外と辛いと思うんだよね。まあ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 、ゆっくり行きましょうよ、ティアラメンツくん、ゆっくり行きよう、ゆっくりゆっくりゆっくり、そんなに焦っちゃいけないですよ。
いいぞ。どうした、セットエンドとか、なこれセットってことか、ティアラメンチからでもねえな、あれ多分あの表が表側にしないってことは、これティアラメンチからでも、まあ石付けかな、多分石付けか、まあ誘発セットすることはなそうだから、まあ石付けな気がするな多分。でカードをね、ねこれどうしよっかな、一応フィールドの効果は使わないように展開していけばいいか、まあ、とりあえずこれ雷神竜出すでしょ、で雷神竜で雷電竜効果発動で効果で破壊してはならない、あの後ろも、あーうざいな、後ろも前も効果で破壊しないようになんとかして背負っていきたいと思ってます。さあとりあえず相手のうららで、雷電竜が止められていく。ではさすがにキル取れるっしょ、多分いった方がいいよね、まあ、ディメンション当たった除外して増時、うらら よし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 何もさせんかった、これはこれは何もさせんかった。でバトル、よっしゃ食らえ、それなんだそれまあそんなことだなと思ってはい、大勢ありがとうございました、しゃあオッケー、二度と俺の前に現れるなよとやらめんつくん、うわー、ルベリオンなー弱いんすよね、ぶっちゃけルベリオンクリーチェアになってくんないからルベリオン弱いんだよなー、でこれルベリオンね、ピン刺しとかまであるね、なんか一応まあその要は誘発、手札誘発という意味では弱いからルベリオンって、だからまあなんかその絶対使えるかアクティブになるカードだけにしたい、手札誘発だけにしたいっていう意味ではリベリオンをもっと減らすっていう説は結構あるんです、うん、まあさすがにね先行の時強いからし、あとトラップカード、魔法トラップカードね、あの置けるから強いんで、まあ一応3枚入れてるんですけど、ちょっとねこういうハンドになっちゃうとね、やっぱ考え物ではあるね、うん、よね、高校特化デッキだとまあリベリオンガン抜きするんだけど、もうほんと B セットだけみたいになるんだけど、まあキトカラス出てくるわな、でまあ増時通ってくれたのはありがたいね、でキトカラスは一応無限包囲を打つか、一応無限包囲を打とう、まあ、一応な、まあちょっと貫通される場合全然あるんだけど、最近グリーフ入ってるからな、これなんか貫通されるパターンあるから、まあでも増時通ってるなんとかなります、多分さすがに増時通ってるから多分大丈夫だと思う、で当てるのは4枚でしょ、でまあ、ここでねグリーフとかで貫通してきたり、あと数値融合とかね持ってると結構押してきたりするんだけど、まあとりあえずここは止まっていただけ、いただけたか、まあいただけたけどもみたいなところがあるか、伏せカードなんだろうな、あれあの伏せカード怖すぎだろ、まあでもとりあえずルベリオンの効果は起動しようか、フクラクインかな、フクラクイン発動して、でルベリオン発動で、ルベリオン効果、まあ、マグナムートでいいかな。はい。で、封印の黄金室発動。そうですね。まあ、これ、雷獣ですかね。雷獣ですかね。封印の黄金室は雷獣かな。ゾウジーだったら結構痛いか？ゾウジーだったらうざいな。雷獣効果、福楽院はちょっと一回スルーで、あーあるかー、うざいなー、なるほど、まあ一応2枚、1枚ドロー1枚サーチ入るからさすがに打った方がいいね、でルベリオン除外する、特殊する、増時通る、
で、デッキから特殊するのが雷電流、チェーン1マグナムーと、チェーン2フクラクイン、ルベリオン大将、デッキに戻して回収。いやー、増時当然重いな。ちょっとね、これ超雷流縦に行くと2枚ドローされるんで、それがかなり痛いですね。いや、これ超雷流立てない方がいいかな。あ、うらら来た。あー、なるほど。いや、うららとビーセット1枚ずつか。いや、じゃあまんまこれ普通に殴りに行く。あるね、バトルじゃない。ただちょっと木とかのなんとか超英語。あやべやっべあかんな。あかー、なんだこれ。あ、ドラゴスタペリア、ドラゴスタペリア雷電流効果発動したいです。いや、キトカロスは止めた方がいいでしょこれ。さすがに、さすがに止めた方がよくて なるほどね、やるね。激闘になってきましたいや、どうしよっかな。いやー、あんま意味ないか。何、あ、でも一応あれか、トリールから、サンダードラゴンフュージョン持ってきてた方がいいのか。サンダードラゴンフュージョン持ってきてた。このターンで打つとまた1枚ドロー入っちゃうので、いや、これ超雷竜と雷電竜を作りに行くか問題ではあるんだけど、まあ普通にこれエンドの方がいいと思います。さすがに手札与えたらあのデッキやばいもんな。多分将来で言うと雷電でなんとかできる未来見れないんで、楽園の獣セットして、まあこれでエンドでしょ。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるよいや、これとりあえずね、ちょっととりあえずドリドブルームで、とりあえずドリドブルームで一発出しといて、で、ドラゴサペリア効果でレベルが1になっていく。まあそれは関係ない。いや、これバルタリックでもよかったかな。で、手が3枚ね、相手手札3枚。いや、3枚だったら動けないこともあると思うんだけど、メインフェーズ終了前は普通に楽の獣を打つわ。効果発動します。リセットマグナムートリリースしてドラゴンスタピリアを破壊したいです。まあここで打たざるを得ないわな。さあどうする。まあこれはでも受けざるを得ないでしょ。え、何これ。うーわー、やばい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 。何を送られるこれ。まあでも何を送られても大丈夫か。ドルドビームいるか。大丈夫だ。あー、ムドラがオッケー。あー、オッケー。まあティアラメンチだけはなんとかなる。ティアラメンチだけはなんとかなる。ムドラは別にいい。オッケー、了解。オッケー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 。ドルド使うか。ライデンいるもんな。ライデンいるから、ライデンをサーチする動きして、これ相手除外するよりも、ライデン除外した方が多分さすがに強くて、で、除外したいんだけど、これムドラで戻すんだったらいいよ。ムドラで戻して。どうする？さあ、なかなかの激闘になっております。あ、戻ってくるか。なるほどな。OK。ドリードは、起動させないといったところですね。あー、なるほどね。はいはい、いいでしょう。無限紅葉とかいうゴミカードを戻してデッキのトップを弱くしようっていう魂胆か。闇の誘惑、なるほど。何いるんだ。いや、ちょっとワンドローしたいんで、ちょっと一回白雪で、ちょっとキトカロス戻したくないからキトカロス戻したくないので、ちょっとどっかでもう一回あの B セット引いて無限紅葉か。無限紅葉ねなるほどね、なるほど。龍一ね、まあ鳥使うか。鳥効果、鳥効果で除外ゾーンからサンダードラゴンを引っ張ってきて OK で、ちょっと一回黒シープ行って、
でドルイド効果と、雷獣竜効果起動させる。これゾラゴスタピリア君ちょっとどっか行ってくれる。で雷獣竜効果、さあ自分のデッキからサンダードラゴンを特殊召喚できるという効果、デッキから雷電竜サンダードラゴンを特殊召喚、そしてドルイドの効果によって、ドラゴスタペリアを処理。いや スタペリアほんまに強えな。スタペリアじゃねえや、ドルイドブルーム、こういう時のドルイドブルームほんまに強いわ。で超雷竜行く。で黒シープ効果と雷電竜効果発動する。黒シープこれ何出せんだ。リンクさんになれば、あーゴミしかねえな。まあしょうがねえか、これ取れるぞ多分キル。で一応闇の誘惑打っときます闇あるんでね。まあなるほど、まあまあ今関係ない、あんま今、まあ、誘発来たったけどまあいいや。でサンダードラゴンフュージョニングでしょ。サンダードラゴンフュージョニングでこことこことこれ、はい、でぶっこんでこう、オッケー、3200、2600、700、6500で召喚すればいいな。こうだな。これで攻撃力は8000、はい来たオッケー、よし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 バカが、何がティアラメンツじゃ、おどていきやがってんだ。ていうか早く帰省してうーん、無限包容しかないの、あまりにもあまりにもペルレイのやばいかもしれ、いやーこれなんとか無限包容だけで止まっていただけませんかね。まあこうなるよね、うんまあこうなるよね、あ知ってた。やっぱね手札誘発で3枚ぐらい引かないとこの時止まらないわ。